開催時、当事者を小学校高学年もしくは中学生と比べ、毎年の講師を重ねて現在に至っております。やぶさめ神事は1回目は矢を頭上に掲げ駆け抜けます。2回目は弓を頭上に掲げ駆け抜けます。3回目は駆け抜けて九文字交差点を折り返し、太鼓は村松様の宅に、やぶさめは小原商会となり新村様宅に入ります。馬や人が走り危険ですので、ロープより前に足を出したり横断したりしないでください。なお馬に影響を与えるためカメラのフラッシュは咲かないでください。
ただいまより会場が出発します。やるためが、3社前を通過します。